はい、皆さんこんにちは、作曲家の大政直人と申します。私は、11月3日、午後1時30分から、世界の子どもたちへピアノ連弾コンサートの担当をしております。来日される、作曲家の方々は、韓国、タイ、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、そして日本の作曲家というふうに、非常にバラエティに富んだ、コンサートになると思います。で、現代曲のコンサートとしては非常に珍しく、作曲家が、子どものために連弾曲を作曲して、それを、ヘルスビュー女学院の、生徒さんたちが演奏してくれるという非常に楽しいコンサートになっておりますので、お聴きいただければと思います。で、まあ、曲目も、非常にタイトルがバラエティに富んでまして、花見山の3つの歌とか、こだま号で行こう、あるいは3つの短いマレーの歌、子猫のハンティング、あるいは祈祷師など、非常に面白いタイトルですので、ぜひ聴いていただければと思います。私の曲なんですが、私の曲は、私のお気に入りボリューム2ということで、3つの曲からなっておりまして、組曲ですね、1曲目がマヨネーズのプレリュード、2曲目がビシソワーズの涙、そして3曲目がハッピーバースデーオムライスという、非常にポップな曲になっておりますので、お楽しみいただけると思います。ぜひ、皆様お聴きください。ありがとうございました。